できるのかなと思います。で、海外移住された方から、インターネット上で稼ぐと、サイトアフィリエイトを学ぶ方法を、知りたいとかですね、SNS アフィリエイトを学ぶ方法、サイトアフィリエイトとかメルマガアフィリエイトを学びたいというご質問なんですけれども、まずはどのジャンルでやるかっていうのは、ご自身の、状況によって変わってきますね。例えば、発信できる内容がある、あとアピールできる内容がある、あと顔出しをしても OK とかですね、あとは売る商品があるないっていうところで、例えば売る商品がとかサービスがあって、顔出し OK なら動画マーケティングがいいと思うんですよね。で、SNS という中でも、まあ、YouTube が最強に強力な集客ツールなので、これ YouTuber 以外の方法でやっていくと。で、あとはもう顔出しをしたくないとかですね、ひっそり稼ぎたいとか、本業に影響ないように副業で収入を得たいっていう場合は、サイトアフィリエイトで、まあ、ハンドルネームでやっていくという形になると思うんですけど、なかなか SEO が難しくなってきているので、まあ、ここはしっかりですね、学ん